ふざけるな！サリー要件！そんな、セルが17号と18号を本当は違うんか。ええ。なんじゃい、結局吸収するんかい。セルは時間があれば俺たちや悟空さんがもっと強くなる。こんなにすぐ完全体になってしまっては面倒じゃの。お前さんちょっくら言ってあの頃より強くなっとるじゃろうか。ていうか、こんなに一気に変身しちゃったらクリリン君が結婚できなくなっちゃうんじゃない？そうよ。もうとにかくお仕事お仕事。あ、はい。この歴史のことはよく。そうね。恋愛イベントには超。そっちは。はいはい。じゃ。俺は孫悟空の居場所を知りたいだけだ。教える気はない。貴様らの目的は孫悟空を殺すことだ。どこにいるか教えるわけがなかろう。では戦いの続きを知る。話したくないわけだな。17号の駒がボラに上がってやる。もし今の17号がセルについていたら恐ろしい強さになってしまうでしょう。セルが現れる前に17号に付けられた魔術を解いてください。お前でも心でも俺早く諦めて孫悟空の居場所を素直に教えてくれよ。俺のエネルギーは永久に減らないんだ。粘ったって先に倒れるのはそっちだぞ。あいつ一体なんだ。何もないところから出てきたみたい。孫悟空と出会うのだ。命知らずのバーチャル、また俺の前に立つ。な、何をしてるんだ16号。まさか戦うつもりなのか。それに誤解はない。はい、生徒16号は互角の実力。しかし今の車は大幅に変わらず、ここは16号に協力してください。こんなに強かったのか。
とどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。バカな、とんでもない力だ。お帰りなさい。お疲れ様です。無事歴史の改変。しかしこれでめでたしめで、あのあと結局セルは17号と18号。ええ、でもそれが本来の歴史の流れだから仕方ないわ。それよりトワとミラがまだ姿を見せ、これで無事解決したとは思えないし、この歴史は。それは俺に任せてください。あなたはひとまずゆっ。どうも。おお、来たか。トランクスがチェックしていた巻物に怪しい気配が感じられたの。この歴史では完全体になったセルによってセル、しかしこのゲームに本来ミラね。あいつは時の流れから外れた存在。俺も一緒にいた。お二人ともサポートをお願いします。後輩にいいとこ見せなさい。はい。タイムパトローラーの名にかけて、お前はここで倒す。実力の差は分かっているはずだ。お前の闘志は揺らがないというか。当たり前だ。どんなに相手が強かろうと、俺は決して諦めたりしないと。その得体の知れない強さ、興味深い男だ。どうフリーザ一族も一緒か。なかなかの強者を連れてきているようだな。今ベルゲームの会場では悟空君とミラが戦いを繰り広げている。二人の戦いの幅を絶対に確かめよう。おめえの強さはよーくわかった。ほら、もうやめろ。おめえの出番だぞ。わっ、ガッツリ戦いが終わったみたいね。もう少しの辛抱よ。そろそろこの間に。お待たせミラ、準備が整ったわよ。今度は何をするつもりだ、トワ。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。
とんでもない力だ。セルの木がいきなり膨れ上がった。残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。パワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前もや他にも何か仕掛けてくるかもしれません。私の子供、このセルシウムは危険すぎます。みんながやられないよう一緒に戦ってください。ちくしょう、やめろ、みんな殺されてしまう。僕もすごい力が隠されているのか。この力を出したい。だけどどうやったらその力が出せるのかわからないんだ。強いな。誰だか知らないけど助かるぜ。とどめか。ユーロ、君が喋った。俺をあの鳥のところまで持って行ってくれないか。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前、少しは役に立ちたい。格闘技の世界チャンピオンらしいから。よし、やってやる。お前も知らない奴らが戦ってる。チャンピオンが逃げたんじゃいい笑いもんだぜ。よし、放り投げるぞ。しゃれ人造人間。正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りながら自由に解放してやる。気持ちは分かるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。余計なお世話でき損ない意味。真の姿を見せた。これで面白くなってきたぞ。チームゴハンさんが確定しました。しかし、まだ本来の歴史だけがエルジニアが残っていた。裏の気持ちです。ゴハンさんに確定してください。いい気になるな。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出た。では見せてやる、このセルの恐ろしい真のパワー。信じられ、奴がこの世に存在すると。なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。
セルゲームは誰でも参加自由なんだよ。参加させてもらうぞ、俺たちもな。なんだって。よくもゲームの参加を認めよう。メタルクーラー、こんな時に現れるって。なんじゃい、そのメタルクーラーというのは。なんでクーラーが何人かいるんじゃ。やつは光惑星ビッグゲジェッターの科学力に進んだのか。あんなんじゃない。あの穴はワームホール。時空と時空を繋ぐトンネルのようなものだ。メタルクーラーたちはこことは違う時空からセルゲームの会場に乗り込んできているようだ。メタルクーラーを食い止めてください。このままに。クランス、あなたの家庭に行きなさい。わっ、ファンの子が、ご飯と、ああ、失礼します。ここのメタルクーラーを倒したら、あなたもワームホールの向こうに飛び込んで。自分から地獄に飛び込んでくるとはね。まだ耐えないぞ。これだけの数のメタルクーラーを相手にして勝てると思っているのか。
そっちこそ俺が何の作戦も立てずに突っ込んできたと思ってるのか。何？俺の母さんは天才科学者でね、俺の趣味も機械いじりなんだ。ビッグゲテスターの中枢コンピューターに自滅プログラムを仕掛けてきた。もうすぐお前たち全員消される運命だ。なんだと？貴様！さあメタルクーラーが動きを止めるまでこいつらを食い止めますよ。これでここは一安心です。みんなのところへ戻ってもらえますか。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。死の淵からよみがえったと思うが、私はさらにパワーアップしてもらう。闇の淵気でも別に思いやすい。死んでしまったお父さんの敵が打てて嬉しいんだ。ぜひこの手で殺したかったと思っていた。セルの力はトワの魔術でパワーアップしています。ゴハンさんを助けてセルを倒してください。Ha ha!
バカな、とんでもない力だ。やった、やった。どうやら助かったようだな、俺たちは。おかえりなさい。今回はびっくりしたの、クーラがあんなに大…しかしトランクスのおかげ…まさかトランクスが…時の海王神様…じっと…何よその目は、なんとかな…やれやれ、